どうもこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。今回はゲームを進めていく中で、ガチで死んでしまったり消滅することとなってしまったキャラ特集。漫画でもゲームでも主要キャラが死んじゃう場面は意外とあるけど、後半になってそのキャラがまた出てきて、実は生きてたのかよみたいなパターンが多い気がするから、ガチで死んじゃったってなるとなかなか重い話になりそうだ。中身は感動的な流れで散っていくキャラもいれば、救われない非業の死を遂げるキャラも、できればその死は意味のあるものであってほしい。そんなわけで早速スタートなんだぜ。まず紹介するのはライブアライブ。ライブアライブは選ぶシナリオによって全然物語の内容が変わってくるけど、そんな中で今回ピックアップするのは君風編だ。君風編きたー。このシナリオは剣法家の老子が弟子を育てていくという物語なんだが、王道な展開もあり熱さもありで人気のシナリオだ。私も好きなシナリオの一つです。というわけでまず最初は老子を操作して継承者にふさわしそうな弟子を探すことになるんだが、候補として見つかったのは3人。野党の娘として孤独な生活を送り続けてきた冷宮を、気弱で優しくもあるが悪者に脅されすりをしてしまっていた雲上。そして怪力で体力自慢だが体食感で食い逃げで捕まった佐茂八花。どのキャラもただのいい人悪い人ってわけじゃなくて、悪いことをしつつも何か事情を抱えていたり、いい人なんだけどそこを狙われてしまってたりと、いろんな側面を抱えてるのよね。ちなみにこの老子は肉体以上に心の鍛錬を重要視しており、例えば気弱で優しいユンを弟子にした時も、勇気を出して悪者に歯向かうユンを見て、筋骨悠々の悪者よりもユンの方が強いと発言。ここも名シーンの一つよね。悪者はどこがだーっと向きになって反論するが、それに対し老子は、心じゃよと言い放つ。心じゃよいただきました。そんな心も体も同時に鍛える修行の日々を送る老子と弟子だったが、ある時町から老子に助けを求める声が、どんなご用件ですか？話を聞いてみるとユンを助けた時に老子が懲らしめた悪者たちが、再び町で暴れているとのことだった。あいつら本当に懲りないな。老子は一人町に赴き再び悪者を撃退。しかし去り際にオビワンリー様がお前らを叩き潰すという気になる言葉を。オビワンだかおじさんだか知らないけど、老子にかかればどんな敵もイチコロよ。しかしそこで敵が狙ったのはまだ未熟な弟子たち。老子が家に帰るとそこには倒れている弟子たちの姿が。一体何が？敵は老子が留守中の弟子3人だけで修行している時に軍団で押し寄せてき、弟子は皆数の暴力で一方的にやられてしまったんだ。修行中の弟子を大勢で狙うとはなんて卑怯な。そして3人の弟子の中で生き残るのは最も稽古をつけた1人のみ。2人の弟子はここで残念ながら永久離脱。さも、ユン、そして自分自身も先が長くないかもしれないと悟った老子は、残った一人に究極の奥義を見せる。でもまだ修行中の身でそんなにいきなりすごい奥義なんて、当然今すぐにはできない。だが時が来ればできるようになると信じて老子はこの技を見せたんだ。わかりました。きっとできるようになると信じてその技を目に焼き付けます。そしてそれから老子はたった一人でオビワンリーの元へ。生き残った唯一の弟子を守るため、そして亡くなった二人の弟子の無念を晴らしに行くのね。しかし残った弟子ももう守られてばかりではない。老子が一人で敵の本拠地に向かったと悟り無理を言い合流。師匠と弟子が力を合わせた最初で最後の戦いが始まるんだ。二人とも頑張れ。しかし敵の数は圧倒的でいくら老子といえど徐々に体力は削られていく。そしてようやくオビワンリーの目の前まで来るが老子の体力は限界。なんとか他の敵を足止めしている間に、弟子にオビワンリーと戦うように指示。これにはオビワンリーも貴様が相手勝手驚いているし、弟子の力でラスボスに勝つことができるの？しかし弟子は覚悟を決める。そしてきっと天国で見ているであろう共に戦った二人の弟子たちのことを思う。その瞬間に老子と力が、そして心がシンクロしたかのように、体中から巨大な闘気が解き放たれる。まさかあの時見た奥義を？そして千賀連山剣と奥義名を高らかに口にし、オビワンリーとのラスボス戦に移行するわけだ。マジで熱い、熱すぎる。その後は奥義を駆使しオビワンリーを見事撃破。戦いが終わり急いで老子の元に駆け寄ると、その成長ぶりを先に言った二人の弟子に伝える可能と言って、老子もここで力尽きることとなってしまう。老子。そして老子や仲間と修行した山に一人帰った新たな主人公は、老子でもついには最後まで割ることができなかった岩を破壊し、伝承者として老子の意志を継ぐことを誓い君風編は幕を閉じることとなった。最終的にはメインキャラのほとんどが犠牲になっちゃうにもかかわらず、こんなに熱い気持ちになってまたやりたいと思えるストーリーは、他にはなかなかないかもしれないわ。続いてはクロノトリガー。やっぱりクロノトリガーは出てくるわよねー。今作はご存知の通り、ラボスが世界を滅ぼすことを知ってしまった主人公たちが、その未来を変えるべく時代を超えて冒険するというもの。本当にワクワク感が半端じゃなかった作品だったわよね。そして物語も佳境に入ったあたりで、ついにクロノたちは元凶であるラボスと直接対峙することとなった。頑張れクロノ、ラボスを倒すんだ。しかし残念ながらこの時のクロノたちでは、ラボスに全く歯が立たずに敗北。ラボス強すぎる。その後魔王が現れ戦いを挑むが魔王も同様にラボスの圧倒的な力の前に敗れてしまう。あの魔王があっさりやられるなんて、このままではラボスの前に全滅してしまう。そんな中最後の力を振り絞って唯一立ち上がることができたのがクロノ。クロノ一体何をしようと、彼は最後の最後に仲間たちをかばうようにラボスの目の前に立ち、その攻撃を一身に受け、そして跡形もなく消滅することとなってしまった。クロノー、これはこれまで他のゲームでありがちだった。実は生きていたなんてものではなく正真正銘の死亡。主人公がこういった形で離脱してしまうという衝撃の展開に、当時の子供たちは大きな衝撃を受けたわけだな。重要キャラが仲間をかばって死んじゃう作品はちょいちょいあるかもしれないけど、主人公がその立場になるってのは今まで経験したことなかったもんな。そしてそこからは今度は仲間たちがクロノの死の運命を変えようと、様々な時代を行き来しながらその方法を模索することとなるわけだな。クロノが復活した時に、当然クロノはラボスにやられた時点での記憶しかないわけだけど、マールたちはものすごく必死になってクロノを復活させようと奮闘してきたわけじゃない？そうだな。だからこそマールがそれまでのことをクロノに必死に話してるシーンが、すごく印象的だなって改めて思ったわね。ロボの400年のエピソードじゃないが、これも確かに違う時を経験した人たちの物語だもんな。本当にクロノが帰ってきてくれてよかった。続いては必須のストーリー上で起きるキャラの犠牲ではなく、特殊なイベント下でのみ発生するもの。特殊なイベント限定で死亡するキャラなんてのもいるのか？それがロマンシングサガ3。今作ではワールドマップで一定時間以上待機していると、オーロラが発生するというイベントが用意されている。あったあった。地図を見ながらずっと待ってるっていうたけしの挑戦状ばりの仕掛けだったわよね。そしてそのオーロラの道を通ることで雪だるまがたくさんいる不思議な街に行くことができる。雪だるま可愛いのだ。しかもこの雪だるまたちはなんとみんな生きており、とある雪だるまを触るとくすぐったがって動き出してくれる。雪だるまでも触るとくすぐったいのだ。そんな雪だるまを仲間にすることもできるんだが、外に出ると体が溶けてしまうため、連れ出すには永久氷晶と呼ばれるどんな火でも溶けない氷の結晶のアイテムが必要。それじゃあ雪だるまのために永久氷晶を取ってくるのだ。そして永久氷晶を身につけた雪だるまは無事主人公たちのパーティーに、その後は激しい炎が噴き上がる果実要塞にだっていけるようになってしまう。こんなアチアチのところに行ったら、雪だるまじゃなくても溶けてしまいそうなのだ。そして事件は果実要塞の最深部、4魔貴族の一人であるアウナスと戦っている場面で起きる。アウナスはこっちが攻撃すると炎によるカウンターで大ダメージを受けて、かなり戦いにくかった記憶があるなぁ。そんな見た目通り炎に包まれた強敵、雪だるま以外のキャラクターがこの戦いで全員やられてしまうと、雪だるまはついに決意する。やめろ、それだけはやめるんだ。なんと自分が溶けないように持っていた永久氷晶をアウナスにぶつけ、アウナスをその氷の力により撃破。しかし永久氷晶を失った雪だるまは果実要塞の熱にやられその場で倒れ込んでしまう。一体この後どうなるの？場面が変わるとそこに雪だるまの姿はもうなく、おそらく完全に溶けてしまい消滅。その後雪だるまには二度と会うことができなくなってしまったわけだ。最後の最後に自分の命をかけてまでボスを倒してくれるなんて、本来はかなり限定的な条件でしか見れないイベントだが、その衝撃ゆえあまりにも有名になった伝説のイベントということだな。無垢なキャラだったからこそ余計に悲しく感じるこれは実際に死んじゃうわけじゃないんだけど、それと同じくらい切なくて印象に残ってるのは、個人的にはドラクエ6のバーバラちゃんかなぁ。ああ、確かにバーバラは死にはしないがかなり衝撃な最後を迎えることとなるな。ようやくデスタムーアも倒してエンディングに突入したと思ったら、主人公の冒険が始まった夢の世界は、デスタムーアの力で実体化してただけだから、デスタムーアを倒したことでもう消えてしまうっていう説明を受けるのよね。そうなんだよな。そして例えば冒険が始まった一番最初の自分の家に行くと、夢の世界でのターニアは自分が消えることを悟ってか、主人公に別れの言葉と大好きだということを伝えることとなる。もうこの時点でめちゃくちゃ切ない。その後は一緒に戦った仲間を各地に送り届ける主人公。グランマーズの館にテリーとミレイユが一緒に入っていくのは、テリーのワンダーランドをやってたらより感慨深く感じるようになったし、ハッサンが大工の息子として元気に帰っていくのはとっても気持ちのいい別れ際だった。そしてチャモロとも別れを告げ後残ったのはバーバラのみ。バーバラちゃんに関しては最後の最後まで主人公のそばについてきて、二人っきりでレイドック城まで行ってたから、まさかバーバラちゃんが正ヒロインで、ここから主人公と結婚するみたいな話になるのかと初見の時は思ってました。しかし城で委員会が開かれている中でバーバラの姿がないので探しに行ってみると、なんと彼女は出会った頃のような半透明の姿に、バーバラちゃんまさか、そう、バーバラも元は夢の世界の住人であり、こちら側の世界に居続けることはできない。タイムリミットが迫る中で別れの言葉を告げると、バーバラの姿は主人公には完全に見えなくなってしまった。バーバラちゃーん。そして最後の最後に、みんなにもよろしくね。私はみんなのこと絶対に忘れないよって、この言葉と共にエンディングはスタッフロールに突入。こうしてバーバラとは永遠の別れとなってしまったわけだな。本当に切なすぎるのよ。しかし夢の世界は消えてしまったのではなく見えなくなってしまっただけ。スタッフロールの最後で流れたのは、バーバラや夢の世界のみんなが未来が詰まったという卵を見守っている姿。そしてその卵が今まさに孵化し、未来というものが生まれドラクエ6という物語は幕を閉じることとなったんだ。もう何度も何度も見たエンディング画面なんだけど、やっぱりドラクエのエンディング画面とこの曲が同時に流れてきたら、何回見ててもグッときちゃうわ。ドラゴンクエストという作品がそれだけ名作で、人々の心にいろんな思い出を残したということだな。他にも様々なゲームで主要キャラが消滅してしまったりなどがあるが、レイムは何か印象深いものはあるかな？もはやここで改めて言う必要もないかもしれないけど、やっぱりそういうのでトップクラスに有名で印象深いのは、ドラクエ5のパパスよね。確かにそうだな。パパスのような親父キャラやじいさんキャラが死ぬっていうパターンは、それまでの作品でもあることで、決して度肝を抜かれるような展開ではなかったような気がするんだが、それでも実際にパパスがやられた時は嘘だろと思ったしショックだったし、そこからあまりにも長い奴隷生活が始まって、主人公が奴隷の姿で大きくなっていたのはかなり衝撃な展開だったからな。主人公のお父さんが犠牲になるとか師匠やおじいちゃんみたいな人が亡くなるとか、よくあるパターンではあってもやっぱり実際に遭遇すると悲しいんだわ。父親が犠牲といえば、俺の屍を越えてゆけなんかは、全クリした時のメンバー以外は全員物語の途中で死ぬことになるからな。あれも初見の時は本当に衝撃すぎたわよ。短命の呪いをかけられたから、どんどん子供を残していって代を減るごとに力をつけていけって。しかも名前をつける時にガチの自分の名字や名前を使うと、その一族名が自分の名字になるからより一層感情移入することになるし、代々当主を引き継ぐキャラは毎回初代当主である自分の名前も継ぐことになるから、亡くなった時の悲しみもかなり大きいんだよな。そうそう。それに生まれてくる子供の見た目もみんな個性的で、かっこよかったり可愛かったり時にはちょっと風変わりだったりもするんだけど、その分みんなに愛着が湧くから、キャラがコロコロ死ぬゲームだとは分かっていても毎回なかなかにきつい。あのキャラのおかげであのダンジョンをクリアできたっけなぁとかな。あとは今日クロノトリガーの話をしてて思い出したのが、印象に残ってるのって何もメインキャラに限らなくて、例えばアトロボスがロボと戦うことになっちゃって、最後に正気を取り戻してロボに大事な部品を託して消えていくのとかも、結構辛くもありつつ忘れることができない名シーンだし、ロボとずっと一緒に旅してきた私たちにとっては、アトロポスもただの機械とは思えなくなっているもんな。他にはサイラスが過去に魔王にやられちゃって、グレンがそのサイラスの墓に行って機械を新たにするところなんかも、間違いなく超名シーンなのよ。確かにあそこもグッとくるし、グラントリオンが言う、勇者の強さは意志の強さ、罪滅ぼしのためなんかじゃないっていう言葉は胸に突き刺さるな。そしてそれと同時に流れるこのテーマソングよ。本当に最高だな。といったところで今日の動画はここまで。みんなはキャラが犠牲になるシーンで心に残っているものは何かあるかな？それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。